黒松の目切りを行います。今日は7月の5日です。今ぐんぐんと伸びている音、ぐんぐん伸びている新芽を、切って、ここで切って、もう一回芽をふかし直して小さく枝を仕立てるっていう作業を、芽切りというんですけれども、それを行いたいと思います。ではガンガン行きましょう。すいません、埼玉の秋元です。ちょっとこれ動くんですけど、ここで切ります。ツバで残った葉っぱが今いっぱいあるので、これを、5対2本で1対として5本ぐらいに減らしたいと思います。その会の事務局責任者と電話番号、こんな感じですね。橋口さんの電話番号でいいですか。はい、で葉の元から芽が吹いて、もう一回出てきます。うんうん、ここら辺はいらないかな。下向きのちっちゃい芽などは今のうちに処分しておきます。これもいらないかな。はい、では次こっちの枝切ります。ツバブルハーはこれだけ取っておきましょうか。 OK。このサイズで丁寧にやるとそこそこ時間かかりますよね。本当ですね。あ、この芽はあんまり伸びてないんですけど、これぐらい残してます？切ってます？切っちゃう。いつまでになるか。場所によって切る。芽ごと切るってこと？ほら、またこれ近くにいっぱい芽ありませんか？ほんほん、これです。はい、その左手の人差し指のあたりをちょっと外していただくと。ああ、どうでしょう。じゃあこれなくてもいいのか。そうですね、枝自体がなくてもいいのか。そんな気も。はい、じゃあ見切りするしないよりまず枝がいらないということで切りました。これは2回伸びたでいいのかな。これ去年で今年ですよね。あ、そうですね。今年のところ切るんじゃん。うん、ここ下で、はい、はい、そうするとその下のところに芽が吹くと。そうですね、芽あたりあるはず。上と比べるとやっぱだいぶ透けてますね。よし、ではこっちを、よし、こっちズバズバいきます。うん、これさ、やっぱ春に葉を減らしておくと枝の太りが収まっていいですね。うん、なんかボサボサのままだったのと、ちゃんと春に葉数を減らしといたので、今回見れたんですけど、やっぱ古葉をいっぱい残してるやつの方が枝の太りが早くて、新芽の勢いも強かったりして、枝があのごっつくなっちゃった。太らせたいやつはその方がやっぱいいんですね。元気ないやつは本当ボサボサのまま来た方がいいと思うんですけど、もう小枝を整える段階だったらちゃんと春に減らしとかないといけないなと思いましたですよ。
この葉っぱは2本まで減らすって人もいますね。うん、木の勢いにもよるだろうけど。上の部分はより少なめに3本ぐらいに減らしたりしてます。やっぱ勢いが大きいので葉の量を減らして勢いを抑えております。はい、じゃあこんなもんですかね。うん、うん、さっぱりしましたね。はい、では芽切りが終わりましたら、肥料を取り除きます。肥料を外して、無肥料状態で、置き場所は日当たりの良いところで管理します。で、葉っぱが一気に減ったので水の乾きが鈍りますので、乾いたらたっぷりとやるの基本通りに、乾いたら水をあげるようにしてください。ですかね。はい、じゃあ2番目が出てくるのをお楽しみに芽切りをやってみてください。ではこれで黒松の芽切りの作業を終わります。ご視聴いただきありがとうございました。